分今日はこのままの天気の中でよりすごい戦いがこのメンバーで見られるんではないかと思って、今私も非常にワクワクしておりますが、ぜひ皆さんともに今日一日楽しんでまいりたいと思います。レジェンド上野貴弘2本目はどうだ、これはいい、いいところで来ている、ギリギリのところ、場所はいい、これはいい、ほんと待って、出てる、出てる、出たか、出たか、出たか、いやー、トップ踏み遅れてった。さあだいぶ流された、そして返していく、ギリ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 、なんとかギリギリ立ち上がった、なんとか8点台、ここには入れてきたいところだ。さあうまく加速して手前から振り、そして角度をつけて飛び込んでくる、そのまま踏み込んでいく、そのまま踏み込んでいく、なんとかなんとか旋回に回ってった、回ってった、そして返していく、返していく、いいラインだ、いいラインだ、綺麗な返し、綺麗な返し、取ってくるというところで今日はどうでしょうか。まず一気にストレート返し、そして一気に振り出してくる、そして伸ばし気味になって第3セクター巻き込んでいくところ、ギリギリなんとか、危ない、ちょっともたついた、ちょっともたついた、さあそして振り返して第5セクター、しっかりゾーンは取って、が戻ってる、メクワが昨日優勝しただけに、さあこの山口はどうだ、入り方としてはまずまずだけど、ちょっとコントロール修正が入った、いやーそのままいけなかった、いいとこ持ってったのにね、そうね、入り方は良かった、しかし第3セクター苦しかった、そして第5セクター、5セクもなんとか回し込んだ、回し込んだ、OK、さあ先ほどはこの辺加速しなかった、今度もちょっとどうだ、ギリギリのところ、ギリギリのところ、まあまあ、さあ、振って飛び込んでくるあたり、そうですね、まだまだまだまとまってる、まだまとまってる、そうですね、これなら、これならなんとか、7点台は到底いきそうだぞ、さあ、最後が、いや、ちょっとそれでいいかな、それでいいかな、このあたりを修正して、もうルーキーとはいえベテランの増田の1本目どうだ、ギリギリかすめた、だいぶ登って登った、増田、そこは増田山にしましょうか、逆感だステアリング行きましたね、今ね、絵に描いたような逆スピン、はい、いやー増田信じてるんですよ、でもね、行ってる時はそうなんですよ、行ってるには信じてる、そうです、理論も知ってるし分かってるからできると思ったら、帰ってくるはずのケツが帰ってこない、あれって気持ちがすごく分かりますね、これ多分あそこまで土手登ると何らかしらやっぱり影響あるし、見せつけることができるかどうか、2本目まだ飛び込んでいる、ずっと入ってくる、さあ今度は回している、悪くない、ずっと踏み込んではいる、さあどうだ、これはどうだ、これは悪くない、これは悪くない、さあこれならいける、これならどうだ、このままフィニッシュしていくと、さあこれが中村直樹、7点後半もしくは8点台狙えるはず、さあ岩井の2本目ずーっと中に入っていくのが岩井の走り方、これが岩井スタイルの落ち方、ちょっとちょっとちょっとまっすぐ気味、さあそして返していく、これも足りない足りないぞ足りないぞ、いやー無理くり無理くり、水槽でもねいい走りはしていましたが負けてはなったものの、なんとかこのまず3走でもう一度いい得点、さあ持っていき方悪くないぞ、さあちょっと失速気味になったが、さあそれでもうまく回し込んではいった、踏んでる踏んでる、さあ返して返し、この辺りもうまくまとめた、さあ今日もベスト16に残りたい若手、明け流星の一本、大きい勢いでいった、いい角度で振り込めれば悪くはない、ちょっとここの辺りがつらい、この三石はつらい、このオークはつらい、そしてそのまま最後の4石5石、4石5石は OK だ、今フィニッシュ、いいベスト16残りたい、さあ唯一の SR、 この足がずっと伸ばしてくる、さあ届くか、いやこの辺りも待ってちょっとつらいところになって、この辺りがつらい、ここが昨日からダメなとこ、そうだな、なんですかね川崎さん、同じですよね、なんかギア紐も合ってないし、確かに全くその通り、そうですね、昨日ベスト16残った、今日もまた再び1本目、いい飛び込みをした、さあいい飛び込みをした、ギリ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 かっこいいな、
度待つことになりましたけれども、なんとか合わせた、なんとか合わせた。さあ開始、さあ開始していくところは綺麗に乗っかー、ちょっと角度戻り気味、いやーちょっと角度戻り気味。出るかどうか、1本目さあ来た、いいスピード、いいスピード、いい振りだ、いい振りだ、早い振りだ。また同じとこ行った、早すぎるよ、完全に昨日と同じようなところ。どうやら最近黒缶好き黒缶好き、エース川端雅人、どんな走りを見せるか、まずスピード、ふーといいところ持ってきた、うまい、まあ、さあこれはいいかもしれない、成功、回せるか、なんとか持ちこたえた、持ちこたえた、さあ持ってった、さあ持ってった、さあいいスピードで持ちこたえた川端雅人、ジアマンジロス今フィニッシュ、これならどうだ、99点台でしょ、99点台は行く、台は行きそうだ、台は行きそうだ。上尾勝弘 VRS1 号、さあどういった走りを見せるか、あれダメだ、それじゃない、さあまずはここちょっと守った、得点を取りに来る走りになった、うん、さあここはまずしっかりと全てを通り越していこうというところ、独特なサウンドを回し込んでいく、入り込んできた渾身の一発、どうだ、いいところ、いいところ、いい振りだ、さあそのまま踏み込めるか、踏み込めていければ、これなら大丈夫だ、これなら大丈夫だ、さあ回し込んできた、回し込んできた、さあ最後これもいければ、これもいければ大丈夫、松井がいった、松井いった、ミスなし、これは通る、これなら大丈夫、あれ置いてきた走りでしたからね。さあ2本目思いっきり手振ってくる、ちょっと外した、さあこういう走りが多分練習ではしていたところですが、ちょっと失敗しましたか、焦りましたよね、はい、きっとね、ちょっと違うところに入っていったかもしれない。踏み込めるライン、独特なラインで持ち込んでくる、角度をつけてインガー狙ってくる、入ってこれるかどうか、 GR スープラ、さあ D1 ルーキー、手元渡る、ギリギリのところ、ギリギリのところ、さあ今度はなんとか耐えたが、同じような走りになっている、ギリ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 、カクカクシカジカになりながら、さあ持ち込んでくる、持ち込んでくる、ゲブラーカーボンカラー、そのままのこのマシン、その走りが単走で、さあどんどん出てくるか、いいスピード、さあ思いっきり角度、そのまま踏んでいる、これがそうだ、これが松山だ、いやものすごい角度でそのまま送り込んでった、ちょっと速度は落ちたものの、それでもまだ無理くり、まだ無理くり持ち込んでいる、いやものすごい豪快な踏みっぷり。メクワコウジロー、さあ今日はどんな走りを、まず単走から1本目、いい振り、いい振りだ、いいとこ行った、さあ来た、いい場所来た、いやいいところ来てる、踏んでいる、このまま行けば、いやこれは綺麗に持ってった、さあメクワコウジロー昨日の優勝者、まず1本、少しだけギリギリ、ちょっと迷いがあったが、D マックス S1 号、さあ横井の1本は狙うところ、さあどうだ、来たものすごい振り、1はいい、これで踏み切れれば良い、これも踏み切ってる、いける、来た、さあこれならどうなんだ、これならどうなんだ、この走りも行くはず、出ちゃったかもしれない、横井が行った、2番手というところ、これ中村直樹の上は行ったんですね、中村直樹の上は行ったんですが、さあさらなる上、ボンネットボンネットが飛んだ、どうして、いやーこれはやってしまった、これはあのスピードでボンネット開いたら臨死体験ですね、いや何かが起きるこの車、そして何かを起こす横井雅史、今日はまず単走でここで第2セクターに入るところでボンネットが飛んでいきました、非常に危険な状態、これがもしかしたらどうなるかというところで、もう一度逆転を見ていきたいところ、スーッと入っていく、さあなんとかまずはすごく置いていきましたね、そうですね、だいぶ置いてきた、安牌できた、だいぶ置いてきた、とにかく得点を出していこうというところ、もう97点でもいい、そういったところでの走り、最後まで大きな減点なくしっかりとフィニッシュ、置いてきましたね、さあ北岡の1本目、よいしょ、まだ岩田さん、さあ場所はいいところ、場所はいいところだ、なんとかちょっとギクシャクしながらも回し込めてはいた、なんとかカクカクしながら、さあそしてここ、さあここ
昨日もここでちょっとミスがあったが今は綺麗にフィニッシュ。さあ朝霧1本目なんとか行きたいところ、ギリギリ。さあ角度つけて小さいところ行くが、さあこれで踏めていくラインになるのか、ちょっと苦しいラインだった、苦しいラインだった。さあそれでもなんとか踏んでいる、なんとか踏んでいる。さあこの辺りはうまく飛ばせれば、うまく飛ばせれば減点はなくいけてれば OK っぽいぞ。さあというところで以上23台の単走全ての走りが終了ということになりました。いやということで、はい、いやーすごい得点が出て今回の単走優勝決定、松山北斗。